NDS さんは月一度お弁当を、まあ、あの業者に頼んで運んでもらって、みんなそれを食べるっていう企画をやってまして、それに今回そうですね、僕らがちょっとお弁当企画に乗っかる感じなんですけど、普段なら潔白で運ぶようなお弁当をあえて大きいトラックで運ぶというちょっとことをやってみたいなと思いますんで、はいはい、じゃあ今日発案者の成瀬さんが来てます。成瀬さん発案者の成瀬さんなんで、発案者、はい、はい、なんかすごいいい企画ですよね。 ありがとうございます、じゃあ大鳥屋の弁当を頼みたいなっていう話で、はい、ありがとうございます。で、まあ、コロナで、まあ、飲み会とか、みんなで外食するってことはできないので、まあ、お弁当のね企画、まあ、何回かやってるんですけど、まあ、そういう中でちょっと成瀬さんに協力してもらって、はい、から始まってます、はい、じゃあこれからもあの企画は続けていきますので、はい、あの明日よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、はい、無事成功するかな。楽しみだ、楽しみだね。準備 OK、 OK、 あ、こんにちは。今日隣で大型トラック、大丈夫です、大丈夫です、先生、はい、何事って感じで、はい、ありがとうございます。上手だね、上手だね。何が巻くの？ラップ巻き、うん、ラップ巻き職人なの。じゃあ今何時？今11時35分。よし、間に合うね。予定通りだね。うん。じゃあ行ってみよう。みんなにお弁当を運びましょう。はい。はい。いや、違います、違います。あの、お弁当もついてますよ。弁当？弁当もついてます。はい。ありがとうございます。ゲストマン来るんで、ナルト行きの文化とか言われたもんで、お弁当ですって今言ったら、違うわ、違う、あれ、はい、あれ、ああ、荷物はあえて言ってなかったんですよ。ああ、そうですか。あ、いいですね、いいですね、はい、びっくりしますよね、それじゃ、はい、玄関とか置いてって言ったんで。ああ、本当ですか。じゃあいいですね、ちょっと楽しみですね、ナルスさん、はい、ありがとうございます、ちょっとドキドキもしましたね。ドキドキしますね、こういうのいいですね、なんかね、間に合うかなと思って、結構アキラが頑張ってくれたんで。俺、何年使ったの、弁当持ってきたしたので関係ないと思って、俺、はい、これだけです。お願いします
任務完了しました。ちょっとドキドキしましたね。来るかな来るかな、時間内に運搬していただいて、真心を運びましたね今日は。真心受け取りました、運送費です。運送費はねないです。運送費はこれ運送費払えないんで。マジっすか。いやありがとうございます。うわすごっ。マジっすか。うわありがとうございます。俺が好きな運送費。マジっすか。すいません。いやー嬉しい。すいません。ありがとうございます。ありがとうございます。成瀬さん、今回こういう企画できたのもね、成瀬さんのおかげなんで。すいません、はい、成瀬さん。ありがとうございます、本当に、はい、ありがとうございます。これからもよろしくお願いします、はい、ありがとうございます。あ、3ありますよ、3番3番、どこに行きます。3番石川さんなら、またあれ部屋分けしますね。あ、そうですね、3番所長、今日はありがとうございました。あの無事に時間通りに持ってきました、ね、助かりました、美味しくいただきました、ありがとうございます。あ、これいいかもしれない。グリちゃん。はい。サプライズ大成功。イエーイ。